お面大隊、ケンシ君です。いやー皆さん、だんだんこの胸元とか、ね、この辺の脇のセクシー地味が目立つ季節になってまいりました。ケンシ君です。今日はですね、僕から緊急のね、大募集ということで、もう急遽ビデオを撮影しております。何の緊急大募集かっていうと、ケンシ君杯の自己委員、それと、立ち会ってくださるスタッフの方の募集、わーギャーうーということで、去年の11月にケンシ君杯をやったんですけれども、より面白く、より楽しい大会にするにはどうしたらいいかということで考えましたところ、運営体制を強化した方がいいんじゃないかなという思いに至りました。去年で言うと、僕、カニさん、ズマピーの、ケンシ君 YouTube チームと、あと親しい人にですね、何名かお声掛けさせていただいて、協力していただいて、大会ができたんですけども、まあ審判もね、選手の人にやってもらったりとか、ちょっといろいろ運営中をバタバタしたりとか、まあ正直言って控えめに言ってもキャパオーバー。ミン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 、キャパオーバー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 ピーン。キャパオーバーキャパオーバーキャパオーバーキャパ。次はね。まず運営組織ちゃんと作ろうっていうところから始めようというのが今回狙いです。ということでね、なんかすごいテンション爆上げしてるんですけれども、もうケンシ君杯第2弾みたいなのね、やっちゃおうかなと思ってまして、その名も、剣道総合エンターテイメント、剣閣、かっこかり。ということでですね、その剣閣を一緒に作ってくださるメンバーの皆さん、いませんか？っていうね、今日は動画なんですよね。まあちょっとそんなの興味ないやとか、なんだよそれかよ、剣道の動画じゃねえのかよって思った方は、とりあえずいいね押しといてください。それではこの大会のですね、説明に入ってまいります。まずこの剣閣いつやるのっていう話で、来年の秋冬だから、2023年の10月から12月とか、あとはその再来年、2024年の1月から3月ぐらいの大会を開催しようと思ってます。つまり、まあ、計画から実行までの間に、時間は結構たっぷり取れるので、いいものができるんじゃないかなっていうふうに思ってます。場所は東京の体育館を予定します。この体育館がね、結構都心にあって、しっかり綺麗な建物で大きくてですね。で、バスケットボールの B リーグなんかもやってるような、立派な体育館なんで、すごいね、楽しいことがたくさんできるんじゃないかと思うんですけども、この施設の最大の魅力っていうのが、利用する2週間前まで、キャンセル無料なんですって。っていうことは、まあその、ね、大会がじゃあ来年10月1日にやるよってなった時に、その2週間前にもし、ちょっと今回資金厳しくないとか、ちょっとメンバー足りなくないとか、ちょっとコロナ流行ってきちゃったね、またちょっとやべえのもまた出てきたね、なんて言った時に、キャンセルができるんですよ。ギリギリ。2週間前までって結構大きいと思うんですよね。だから、まあちょっとそういった保険的な意味でも、この施設を選びました。今、ちょうど、その申し込み期間なんですよ。で、8月から9月の末までの間が申し込み期間なので、今この動画を見ていただいて、実行委員を集めて、一回ね、8月、9月に実行委員会を開いて、意見を聞いて、まあ、時期を決めて、申し込みかけたいなっていうのが今の予定です。大会の内容なんですけれども、まだ何にも決まってません。ただイメージしてるものっていうのはいっぱいあって、まあ1対1の勝負とかなんとかっていろいろ考えてたんですけど、まあ基本個人戦です。
で、まあトーナメントが無難かなっていうのは今思ってるんですけど、例えば、新八段戦とか、国区統一戦とかね。なんか実業団って結構ありますけど、なんか料理人のね、一番強い、料理対決じゃないですよ。料理人で剣道をやってる方の、チャンピオン決めようかとか、あとなんか小学生とか、なんかすごい有名な小学生の子、お願いして、なんかこいつを倒す、なんか下克上戦みたいなやつやったりとか、まあ、いろいろ考えてます。まあ、それが全然ベストと思ってないんで、なんか面白い意見ないかなっていうのが、まあ、募集の狙いの一つでもあります。次にじゃあ、具体的に、実行委員とかスタッフって何やるんですかっていう話をしていこうと思います。僕と一緒に本当に、大会を作ってってくれる人のお願いになります。例えばね、もうすごい直近の話だと、まず、ズームのアカウントを貸してくださる人とかいませんか？今僕の使ってるズームだと、1対1で40分間しか喋れないっていう無料アカウントを使ってるんで、この辺のなんかアカウントを、まあアカウントは貸してくれなくてもいいんだけど、なんか会議するときに、このミーティングルーム使っていいよとかっていうのを、ご協力いただける方、本気でお願いします。お願い、お願い、お願い。次にですね、本当にいろんな方をお招きしたいと思いまして、まあ、今から説明する順序とか何にも優先順位とか関係ないんですけど、なんかこの大会を、すごい宣伝してくれる広報の方とか、あとプログラムの構成をしてくれるとか、ホームページの構成をしてくれるとか、まあ、どうやったらこう大会がなんかかっこよくなるんだろうって考えてくれる人とか、まあ、さっきも言った通り、大会の内容を、一緒に考えてくれる人とか、あとまあ、ケンシ君とか、剣客のグッズを考えて、なんか面白いものを販売しようとか、なんかどうやったら大会がより盛り上がるかを考えてくださる方を募集してます。かゆ。特にその応募にあたって、年齢とか性別とか一切国籍も関係ありません。誰でも OK です。ただ僕日本語しか喋れません。小学生でもいいかなと思ってて、夏休みの自由研究じゃないんだけど、楽しく、まあ大会作りで遊んでくれる人、まあ、小中高大もう誰でも、おじいさんおばあさん何でもっていう感じで、であと海外の剣道事情とか詳しい方いたらちょっと聞いてみたいなとか思ってます。今回、ウェブ配信とかもしたいと思ってて、なんか海外の剣道家とかにもそういうのが情報届いたらいいなとか思ってるんで、そのあたり強い人とかも特にお話聞いてみたいです。すでにね、ちょっとフィリピンに住んでる方とか、アメリカに住んでる方っていうのは、少し状況を説明したりはしてるんですけども、まあ、本格的にお願いするかどうかっていうのはこれからのね、体制で考えていくので、ちょっと、興味あるよっていう方いたらね、ぜひ手を挙げていただいて、ピヨピヨ、連絡を僕にいただければいいと思います。それで基本的にはですね、実行委員さんとかスタッフさんとかって、まあ、名前を、僕は公表した方がいいんですけど、こういうメンバーでやってるよって言ってね、やりたいんですけど、まあ、名前出さないでくださいって人ももちろんいらっしゃると思うので、できる限り、気をつけて、その個人情報が出ないような形で進めるっていうことも検討してますので、ぜひぜひ、まずはご相談ください。で、僕ぐらいの情報セキュリティだと、なんか万が一あったら、お約束できないので、そこだけね、ご了承いただいた形で、ちょっとできるだけ名前、顔を伏せた状態で参加してみたいですっていう方いたら、教えてください。以上になるんですけれども、もし少し1ミリでもね、興味あったら、インスタか、ツイッターの DM でご連絡ください。それで、質問は、コメント欄の方に、書いていただければ、できるだけ早く読んだ時にですね、返していければと思います。なんか質問とか多分個人でやっちゃうと、もしかしたら、全体でね、質問していただいた方が、あ、私もそれ思ってた、これ思ってたってみんなのためになるかもしれないんで、そういった意味でもね、質問は基本的には、
コメント欄で。まあ、あと個人で相談したいことがあったら、個人の DM で来てもらうように、お願いしまーす。します、します、しまります。